京都アートフェスタアートダイブは2014年まで京都で開催されていた関西最大級の若手アーティストによる芸術祭である。英語表記はアードブ、略称はアートダイブ。2009年から京都発となる屋内型アートフェスタとしてスタート。当初は年2回春と秋に開催された。会場は京都市官境館都メッセ。 300人以上の若手アーティストにより、様々なオリジナル作品が展示、販売され、5000人を超える来場者が集まる、関西最大級のアートイベントだった。2015年からは、アード・ブ・アンフェスした大阪として、インテックス大阪に会場を移し、出展者の年齢制限を廃止した。参加するアーティストは、ブースと呼ばれる、各自の展示スペースに自由な形式で展示を行う。 ブースには背面や側面にパネルが設置されているギャラリーブースとそれらが設置されていないフリーブースがあり展示方法や作品種類によって適したブースをアーティスト自身で選び出展する。また白紙の大型パネルに作品を描き上げるライブペイントブースやアーティストが講師となり作品制作を体験するワークショップエリアなども設置した。 ジャンル不問のアートイベントであるため、絵画、イラストレーション、写真などの平面作品から、彫刻、陶芸、インスタレーション、映像、アニメーション、ファッション、アクセサリー、手芸品まで様々な作品が展示、販売された。ありがとうございます。